はい、ありがとうございます。はい、私ども東京都品川区大崎から参りました。通常ですと大崎一番太郎、スパンキーのんこ戸越銀次郎の4人で、4兄弟となってまして、犬山家というチームになっております。はい、それぞれですね、キャラクターボイス、大崎一番太郎は山口勝平さん、はい、そしてスパンキーは私中谷和弘、はい、そしてのんこちゃんというピンクの女の子を私林凛子がやっております。はい、本日はですね、はい、すいません、勝平さんがですね、大人の事情で来られず、ね、はい、作中でですね、声は聞こえてきます。はい、でその中でふなっしーを呼び込むときに、みんな大きな声でふなっしーって呼んでねっていう風にセリフがあるんですが、ね、このご時世なので声の代わりに大きな拍手でぜひふなっしーを呼び込んでいただければと思いますので、一回練習してみましょうか。お願いします。ね、さあみんな大きな声でふなっしーって呼んでね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに犬山家初めて、犬山劇場初めてだよっていう方いらっしゃいますか？初めて来るよっていう方、ありがとうございます。はい、まあちょっとね、なんだろう、平たく言うと土地狂った当てる方をここから始めさせていただくというところでですね、はい、楽しんでいただければと思いますので、はい、さあ、そろそろ準備が整いますかね。僕が整ってないですね、すいません。僕が整ってない、うん、あ、ちょうどいいかな。はい、ありがとうございます、はい、さあそれでは早速始めましょうか、はい、犬山劇場船湾グランプリ in 須崎スタートです。来ました。お腹を空かせて激おこぷんぷん丸な青馬と、それをなだめる群馬ちゃん、そして華麗にスルーするミーミー、すると波打ち際になんとカツオが落ちているではありませんか。高知県出身の漫画家西原理恵子先生によると、高知の浜辺にはよく魚が落ちているそうです。しめしめ、ようやく初めてのお客さんが来たぜ。パイセン、コアちゃん、出番だ。抜かるなよ。そそ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 そ、はい、どうもスパンキーとコアちゃんでーす。須崎ボーイでーす。でーす、お願いします。よろしくお願いします。 ありがとうございます。今ですね、会社社長の森戸北さんから印税の一部をいただきました。やった、ありがたいですけれどもね、もうこんな印税なんてね、なんぼあってもいいですからね。いいですね。ところでね、今日 MC の愛知が今日のステージにはスペシャルゲスト呼んでる言うんですけどね。ああ、そうなんや。そのキャラさんの名前忘れたらしいんやけど、全然わからへんのよ。いや、スペシャルゲストの名前忘れてもうてどうなってんねんそれ。でもキャライベでスペシャル言うたら、キュマモンかフナッシーぐらいなもんでしょ。いやいや、それがちゃうらしいねんな。え、ちゃうの？じゃあオイラが一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言うてたか教えてみてよ。それが梨をモチーフにしたキャラ言うねん。はあ、その特徴はもう完全にふなっしーやないかい。
すぐ分かったやん、こんな。いや、でも分からへんのよ。コアちゃんもふなっしーや思たやけどね。愛知が言うには、かわいいカワウソもモチーフにしてる言うのよ。ほな、ふなっしーと違うか。てか、カワウソ言うたら、新庄くんやね。いやいや、でも分からへんのよ。なあ、それ。ほな、とっとと呼んでみたらええんちゃう？にしし、そうだね。それじゃあスペシャルゲストさん、よろしくお願いします。やっぱりフナッシーちゃんなの？商品は坂本龍馬の愛刀、六つの神義行だよ。え、マジですか？摂津の国から土佐に通信した東証六つの神義行によって鍛え抜かれ、坂本龍馬が暗殺した時も処置されたと言われる、あのちょーちょー、待て待て待て、早い、おい、ちょっと待てよ。誰も傷つけないお笑いとか言ってんのに、なんで商品が刀なんだよ。最近ふなっしーちゃんは船橋の梨の PR もそっちのけで刀剣ばかり収集してるからね。いや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 、それにしたって
人を切るための道具だぜ。なにバカなこと言ってるだし。本当は日本が世界に誇る伝統文化なし、武器じゃなくて美術品なしよ。刀は武器として使うのはいつも人間なしよ。刀に罪はないなし。ああまあ確かにそれもそうだな。ちなみに登録証があれば誰でも持てるなしよ。そうなの？なしね、すでにね60振り持ってるなし。60振り増えてる。そんなに持ってるの？そう、夜な夜なねニヤニヤしながらお手入れしてるなし。それじゃあ今度須崎の前夜祭でマグロの解体ショーやるとき貸してもらって。刀なし。どれなし。商品解説も終わったところで第1回戦はなーし君から。お、その後に食べて証拠隠滅が図れる。犯人は相当な切れ者だぜ。女、須崎のカツを凶器に使うなんて許せないよ。ふなしーちゃん、絶対絶対絶対犯人を捕まえて。任せるなし。 FNS の力を結集すれば。ちょっと待った。お、いい声。あれ、声のトーンが。おお、バンタロ、なんだよ、邪魔すんじゃねえよ。名探偵はフナッシーだけじゃないんだぜ。あれ、イケボ。イケボ、まさか。俺は高校生探偵工藤 P1。 P1？ 幼馴染で同級生ののんことご当地キャラ祭り in 須崎に来て、黒ずくめの男たちの怪しげな取引現場を目撃し、そいつらに毒薬を飲まされ、そして目が覚めたらこの通り緑のクマになっていたのさ。どっかで聞いたことある。つまりどっちが先に事件を解決するか勝負ってことなしね。しかしそちらには群馬ちゃんがいる。そいつはいささかずるくはないか。え、どういうこと。いや、アニメ群馬ちゃんでは群馬ちゃんが群馬パワーって叫ぶと大抵の事件が解決しちまうんだ。え、それは困るよ。一応このステージはあと3分くらいは持たせてもらわないと。ああ、ちなみにアニメは今でも群馬県公式 YouTube チャンネル鶴の巣で絶賛配信中だから、みんな見てくれよな。え、見て。スパンキーちゃん、もしかして群馬県からなんかもらってる？いえ、まだもらってません。だから山本県知事、峠の釜飯お待ちしております。群馬ちゃん、そういう大人の事情に巻き込むんじゃないのし。ああ、どうもスマンキー。ちなみにナーシ君をずっと倒れさせとくのはかわいそうだから時を戻そう。え、こんなことできるなら最初からしてよ。いや、どうやらナーシ君のナシヘルメットが致命傷から守ってくれたみたいなしよ。これもナシ神様の効果こなしだ。それじゃ誰も死んでなかったんだよね。だけど犯人を突き止めないとナーシ君の殴られ損ではあります。それなら僕に任せておいてよ。
え、もしかしていっちゃん、もう犯人分かっちゃったの？ああ、犯人はこの中にいる。そして犯人はお前だ。いや、犯人はお前だし、大崎一番だろ。どういうことだよ、フラッシー。一人一人のアリバイを確かめて状況証拠を揃えれば、動機なんて推理なんて簡単だしよ。さすが名探偵。まずね、群馬県には海がないからカツオはないんだしな。つまり群馬ちゃんは無実なしね。そしてコウちゃんは担当の中山が厳しいから殺人役はできないのしな。 NG だし。そんな理由そんな理由なし。さらに新庄君は今回のイベントの主催者だし、それはないのしな。だとすると残ったスパンキーと一番太郎だけど、まあ、大体こういう悪いことすることは、まあ、もう消去法で一番太郎が犯人だし。まさか大崎一番太郎ちゃんがバレちまったら仕方ねえ。いつもと立場が逆。その通りさ。豊臣家の末裔として大崎の島津家に身を寄せた僕は、打倒徳川家のチャンスを狙っていた。そこで目をつけたのがフラッシーの刀剣コレクションさ。ヤフオクで買った52万円の妖刀村正を手に入れれば僕の悲願は叶う。そのはずだった。マジか。それなのに、それなのに、ナーシ君の後頭部がフラッシーにそっくりだったばかりに。つまりフラッシーちゃんを狙ったはずが、間違ってナーシ君を殴っちゃったんだ。ひどいらしい。いや、まあ同じナーシだから後ろから見たら区別つかないのも仕方ないけどな。ちょっとさっきからみんなナーシ君の頭ナシだと思ってるみたいだけど、愛媛県愛南町の名産品愛南ゴールドだよ。梨じゃなくてみかんだよ。ナシ君って名前なのにナシじゃねえの？ナシっていうのは、ナシとみかん間違えて僕めっちゃかっこ悪いじゃん。こうなったらフラッシーの村正を力ずくで奪うまで食らえ、家中天心天狗力。キャラ違ってる、キャラ違ってるよ。無駄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 だ。ゴールドセイントに同じ技二度も通用しないらしい。反撃らしい。これでもくれ、だし汁ブシャー。やられた。よし、これで一件落着だな。ねえ、
後ろで喋ってるんで。あ、いたいた。よかったよかった。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。見てくださった皆さんもありがとうございました。はい、接待人林凛子さん、そして中谷和弘さん、ありがとうございました。ありがとうございました。明日も来てね。このまま一緒にエンディングいきますか。はい、じゃあキャラも前行っていいよ、ステージの前、うん、はい、ステージの前でも上でも、上ちょっと渋滞してるかな、もうね、はい、うん、大丈夫かな、はい、さあそれではこのままですね、エンディングに突入します。1日目エンディングね、はい、早い、いやー、やっと終わるぞ。でキャラさんたち集合する前にどうでしたか、荒川さん、今日は。今日ね、なんかね、本当にね、久しぶりだったじゃないですか、はいはい、超久しぶりじゃないですか、えー、若干ね、うん、あの体がまだ慣れてないせいか、うん、あの割と疲れましたね。まあ、あとね、ちょっと涼しさとかもあったけど、天候がいろいろ変わったので、うん、ね、体的には皆さん、あの知らないところでもうちょっと疲れちゃってるかなというのもあると思いますので、はい、はい、皆さんどうかな、なんかある程度揃ったら先にフォトセッションしますか、うん、先に写真を撮ってもらいましょうか。撮りましょうか、ね、はい、じゃあキャラのみんな今からお写真撮ってもらうから、はい、できるだけステージの、真ん中の方にギュッとね、うん、はい、キャラのみんなはギュー大丈夫なんですか、人間の皆さんソーシャルディスタンス、どっか間に入っていただいて、うん、ええ、あの保ってください。ある意味中谷さんもリコさんもキャラなので、はいはい、悪魔様もちょっと主張してこ、主張してこね、うん、行けるところで、はいはい、あそことか空いてるよ、はい、母ちゃんもね、はい、前の方せっかく北海道から来てるんだから、中谷さんどっか隙間から顔を出していただいてね、はい、あ、あんたろうももうちょっと中の方来ようか、笠谷とかね、せっかくだからさ。ちょっとあののんびりしてたら場所なくなってたみたいな感じになっちゃってるけど、写真を撮る方があの自分の好きなキャラの画角で撮って、うん、撮ってください。で、手高く上げてる方ですね、ある程度撮ったら後ろのお友達のために下げてあげてください。はい、前の方で座ってる方は取りにくいっすよね。まあいいか、はい、でアテンドの皆さんもあのご担当のキャラさんだけじゃなくて周りのキャラさんちょっと気を配ってあげてくださると嬉しいです。はい、じゃあ、一応なんとなくでみんな左斜め前向こうか、こうちゃん、うん、行けるか、うん、そうですね、うん、うん、はい、じゃあ行きますよ、せーの、はい、須崎左斜め前ね、さくらがねめちゃくちゃこっち見てくるんでさ、どっちもね、どっちも向けるんで、ね、今みんなに多分すごい見てる感じになってます。はい、5、4、3、2、1、はい、ありがとうございます。これ多分撮った写真中谷さんを探せんなる。続いて真ん中行きましょうか、皆さん、キャラの皆さん真ん中向きましょう、せーの、はい、須崎、はい、いいですね、5、4、3、2、1、はい、ありがとうございます。さあラストキャラの皆さん右斜め前向きますよ、右斜め前です、はい、せーの、はい、須崎、はい、手高く上げてる方いらっしゃったらある程度取れたら下ろしてあげてください。ご協力ありがとうございます。5、4、3、2、1、はい、ありがとうございました。さあ荒川さん、うん、めちゃくちゃナーシ君の尻尾で遊んでますけど、ナーシ君の尻尾のカツオ、カツオがなんかちょっとキャラさんで前後ろ若干入れ替わってみますか、いけますか、大丈夫か、まあ、なんかせっかくですか ね、うん、どうでしょう、渋滞してますけど、ポジションチェンジをちょっとあの気を使ってキャラ同士で、じゃあステージ上ちょっとね、はい、そう、前列にいた子は後列に行って、はい、新庄くん、さすがに前行こうよ、うん、新庄くん前行っとこうよ、ね、そう、真ん中の方に、はい、おいよ、でステージ前もあの前列にいた子と後列にいた子がなんとなく入れ替わったりして、うん、はい、ありがとうみんな、すごい、ね、ありがとうね、なんかちゃんとやってくれるとこがすごいっすよね、ね、うん、クレスとガタゴロの水色組が今場所をさまよい求めてるけど大丈夫、クレスも主張してこ、前行こう、はい、じゃあまだ体力ある子はもう一回写真行こうか、まあ、正面だけで、正面だけで行きましょうかね、はい、じゃあ行きますよ、はい、せーの、はい、須崎、那代も主張してこうね、
しろさまよって。なしろが。はい、5、4、3、2、1。はい、ありがとうございました。では、はい、第7回。誰か挨拶なくていいですか？あ、しますか？しなくていいかな。でも今多分喋れるのってふなしいる？あ、いた。ふなし行く？ふなしがとりあえずエンディング挨拶しろ。おかしくない？閉会のご挨拶をされますか、ふなしさん。閉会のご挨拶をふなしが、うん、新条くんじゃないの？新条くん喋れないので、ね、ちょっと人間界のお話をまだできないから。あ、じゃあ行く？はい、じゃあ新条くんね、最後までみんな楽しんでくれたみたいなしな。キャラさんも暑い中頑張ってくれたし、お客さんも頑張ってくれたらしな。じゃあ最後感謝感激なしじるぶしゃで締めしょ、締めようなし。噛んじゃったらし。じゃあ皆さん暑い中ありがとうございました。感謝感激なしじるぶしゃ、また明日も来る。はい、ありがとうございました。それではご当地キャラ祭り in 須崎7回目1日目終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、順次、端っこの方から撤収してください。ゆっくりで、ね、焦らずに降りてね。そして、はい、アテンドの皆さん、ご自身の担当のキャラさん迎えに来てあげてください。ね、一キャラさんだけで来られてる子もいるので、もしよかったら困ってるキャラさんいたらお手伝いよろしくお願いします。はい。3時頃雨降るって言ったじゃん。でも一回ね、前倒しちょっと降ったので、はい。